広報部ヒトさん、男性30代ですね。遅ればせながら評価経済社会を拝読させていただきました。あ,ありがとうございます、えー。大変勉強になりました。ふと思ったのですが、ですね、昨今のパパ活ないし、かつての援助交際を評価経済社会的な視点から読み解くことはできますでしょうかな,なんでそういうふうに読み解きたいのかわからないんですけど、そういうリクエストが来たんで答えると、評価経済を使うまでもないと思うんですよね。あの。 あー最近ね「ルノワール」って喫茶店僕吉祥寺で行ってるんですけどそうするとですねその周りがですね割とそれで埋め尽くされつつあるんですけどもパパ活っていうのは今のですねその10代20代前半の女の人にとっては当たり前に近くなってるなっていうふうに僕は考えてます男は違うんですけどもただその人が属してるコロニーというか文化圏次第なので全員の当たり前じゃないんですよ。10 20代代後半から20代女性の。 割とそんなにマイナーでもない。コロニーの文化ではです、ね、当たり前になってると、つまりギャル文化と同じような感じでしょうかね。ギャル文化と言っても10代後半の女の子が全員ギャル文化に属してるんではなくて、多分3分の1から4分の1ぐらいしか属してないんですけども、メジャー層みたいなもんですね。 これは、ルナールだけではなくて首都圏のですねちょっと郊外みたいなところへ行ったら喫茶店行くとですねそのおじさんと明らかに若いですね体の線がわかるような服を着た女の子がですね1対1で話してるのをよく見かけるっていうにわれるんですけども。 それなんですよね。何を話そうとしているのかと,いうと、そういうふうなことが当たり前になったよということではなくてですね。恋愛観自体が大きい展開点を迎えているからだというふうにですね。僕は思うんですよね。例えば、その中学や高校の時、かつてはですね。中学生とか高校生というですね。学生の恋愛観と大人の恋愛観はすごい差があったんですよ。学生の恋愛観って、学生の間のみ通用する価値観で、例えば、極端な話。小学生だったらですね。足の速い男子。 足の速い男子がモテるっていうのはあれは小学校とか中学校でのみ通用する価値観であってですねそれが大人になったらですねじゃあ社会人にとってのモテとか恋愛観どういうふうになってくるのかっていうとなんかその生活力があるねとか親との関係がいい悪いとかですねあと仕事をこんな仕事やってるとかですね学生の頃に見たら打算的だっていうふうに見えたことが 大人にななってくると、いや、それリアルな問題でしょう恋愛の中に入ってくるよねと逆に言えばその子どもの恋愛っていうのは足が速いだけとかです、ね、顔が可愛いだけで成立するんだけども社会人になってくると顔が可愛いねだけじゃなくて本当になんかこいつ性格いいのかどうかっていうのも結婚を見据えた恋愛では当たり前になってくるし。 この人仕事できるのか出世しそうなのか家族を守ってくれそうなのかっていう学生の方には全く発想しなかった価値観が大人になって結婚を見据えた恋愛では入ってくるわけなんですよ。これが、まあ、かつてです。かつて、その学生の価値観と社会人大人の価値観恋愛結婚の価値観であったんですけどもですね 学生と社会人の壁がです、ね、今すすごいでいで崩れてるんですね。学生と社会人の価値観が崩れてるっていう今起きているなんか最大の変化っていうのを見過ごしてると多分いろんな教育論とかです、ね、しつけ子育て論というのは無意味になっちゃうと思うんですけども、まあ、この壁が崩れてるとつまり高校生ぐらいからですね さっっき言たた大人みたいな恋愛をしてるつまり相手のパラメーターも見るようになってくる相手の将来性というかですね自分にどれぐらい良くしてくれるのかというのを見るようになってくるさっきも言った中学生高校生の恋愛っていうのは自分にどれぐらい良くしてくれるのかという打算的な要素っていうのはあんまり入らないんですけどもそれをですね中学生高校生ぐらいから もちろん足が速い男の子はかっこいいっていう価値観があるのと同じぐらい、それが50パーやとしたら、残り50パーわ自分にどれぐらい良くしてくれるのかっていう部分で相手を見るようになってくるんですね。誰しもの心の中にですね、その大人と子供が共有あの共存するようになってしまう。 まあ大人子供とかですね子供大人とかいろんな言い方をするんですけどそれの正体は何かというといい年して子供みたいな考え方をする大人とかですねもう大人みたいな考え方をする子供って意味じゃないんですよすべての年齢年代層の人の心の中に大人と子供が当たり前のように混ざって入ってくるようになったんですねでその結果ですねパパ活っていうのはですねお金のためにやってる人がそれは多いんですよ多いんですけどもそれ以外にですねその 同い年より優しいしお金もあるしという理由でギリ恋愛っぽいなのでそのなんだろうなさっき話したです、ね、10代後半から20代前半のですねその女の子の間でパパ活とかですね、えー、炎上交際みたいなものが何で当たり前になってきつつあるのかっていうとこの恋愛観の違いですかね。 あの学生だったらこういう恋愛をすべきだろうっていうですね古い社会の押し付けというか価値観が通用しないんですもう今や10代の女の子も40代の女のしたたかな何だろうになっっちゃったんですよ。その結果こんなふうな状態になったっていうのがですねその評価経済社会ではなくて社会全体の流れの変化 から起きたこれはもう何かというとそれはも,うもちろん SNS なんでしょうけれどもですねその価値観の混在が起こっているっていうのは、まあ、あの評価経済社会を出すまでもなくこういういいに僕は思っています。えー、今コメントに流れた「結婚は合法的なパパ活」というふうに言われたんですけどその通りですね結婚は合法的なパパ活であるというふうに見抜いてるからこそあ恋愛の本質はそこにもあるんだというふうに見抜かれてしまって今このような状況になっているわけですね。 だから逆に言えばそういうふうなことを一切排除してそういうふうなことは考えたくないと思っている人は恋愛が成立しにくくなってきてしまった。なんかそのここら辺が現代の恋愛のややこしいところだと思います。えー、次です。前さんあの前座前とかの前さんですね。女性二十代。岡田先生はじめまして。どうしても理解できないことがあるので教えてください。私の彼氏さんは自分に興味がない内容の話を聞けません。 私にはどんななに興味がない話。私は、えーま、この前さん二十代女性は自分に興味がない話でも相手や場合によれば聞かなければならない興味のあるるふりをすす。方がががいいことが分かかってますだから、私生活では実践しています。しかし私の彼氏さんは相手が誰であろうと興味のない話に対し,対しては聞かない態度を取りたまに「興味がない」「興味がわかないから聞かなくてもいいでしょう」というニュアンスの言葉で話を遮り終わらせてしまいます。 相手が私や私の仕事関係の人でもそんな調子なのでヒヤヒヤしながら過ごす時もあり本人には絶対営業職には就かない方がいいとまで言ってしまいましたどうしてあの人は話を聞かないという選択ができるのか分かりませんもしわかれば教えていただけますかよろしくお願いしますというですね、20代女性全さんの彼氏に対するなんでそうなのかという心の仕組みの説明を求めてるんですけども。 いやあの、彼氏はホリエモンなんですよその意味でホリエモンなんですよあの前ねホリエモンと宏行と僕とでですねそれは何だったっけな「ドワンゴのニコニコ」で呼ばれて企画で話してじゃあ3人で話すのもちょっと珍しいから話しようかと。でお題は NHK でやってる「日本アニメーター見本市」っていうですねその短編アニメのですねまあなんかこう。 に対して話すすんですよ。だから本来この日本アニメーター会議に出ているアニメに関して話さなきゃいけないんですよ。でそれで僕と堀エモ門と弘之キて3人で話し始めたんですけども一瞬でですねんでかって堀エモ門は他人が作った自分が興味がないアニメの話なんかしたくないんですよ。で 俺の時間をそんなことで使うなという,ふうにまあまあまあ言い出したわけですね。そんなふうに言葉に出しちゃうさすがにあの僕の前だから言わないんですけど、まあその時に言ったセリフはそんなつまんない話よりもっと面白い話しようよっていうふうに言ったんですけど、つまりホリエモンはその時に座談会でお題が決まっててこれについて話すとで僕とヒロイキはなんだかんだ言って真面目なんですよ。お題があったらそれに沿って話そうと努力するんですけど、ホリエモンは一切それが できない人なんですよ。で、もう僕とひろゆきはその時笑っちゃって、あっ 堀んな門は,はできない人なんだから企画で呼ぶ方が悪いと思ってもう堀エモ門の方にですね2人がかりで話をグイグイグイとねじ曲げてもう本当に日本アニメーター見本市っていうですねそのアニメの企画には申し訳ないんですけども堀 <laughs> エモ門の興味がありそうな方にですね2人がかりで「<laughs> よいしょじゃあこれ、ね、だったら堀エモ門面白いかな」って言ってですねその堀エモ門の年上と年下のものが気を使って話の流れを作るというふうになって。 なってまあ、それはそれれはで面白かったからいいんですよ。ただホリエモンが興味ないと言ったその日本アニメーター見本市の短編アニメの話も僕と弘之の間では十分に盛り上がってたんですねあ,ああこうなんだ面白いねって話してたんですけどもその時にです、ね、ホリエモンが醸し出してる態度がですね「その話を聞くのは俺である必要がないよね」なんですよ。つまり 自分自身の使い方としてこのホリエモンという人間を使うにあたってここの企画は間違って,るっているととうなんですよねで。その話をするんだったら別に岡田さんとひろゆきだけでいいし逆にそこになんかアニメの関係者他の人持ってきてもいいんだけど俺である必要ないよねってことなんですよ。 だからそれはすごく正しいんで、僕と弘毅はまあもっと早く言えよって思いながらもうまたまあ確かに確かにと思って軌道修正したんですけどもですね、多分そのカレさんも同じ考え方してるんですよ。その興味がない内容の話をするときに、僕に興味がない話をするっていうのは暴力であるというふうに考えているわけですね。で、なんでそんな暴力というかいじめを一方的に受ける必要があるのかっていうのを に対する抗議がです、ね、その興味が湧かないから聞かなくていいでしょうとかその話僕は面白くないですっていうふうにはっきり言っちゃうことなんですよだから彼氏さんのことはあのホリエモンだと思えばいいんじゃないでしょうか僕らは僕や宏行は何,何かまだまだまだ清わな人間なのでホリエモンのように振る舞えないんだけどもとことん人間がですねその なんだろう自分の値打ちとか自分の使い方っていうのを意識しだすとホリエモンに近づいていくとは思うんですけどね。なのであの、えー、彼氏さんはホリエモンです。<laughs> はい。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですねだいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますのでぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。